どうもアクアライダーです。本日撮影日が11月の、15日、まあ、月曜日なんですけれども、11月といえば何でしょうか皆さん。そうです、紅葉ですね。ついにこの時期がやってまいりました。僕がバイク乗り始めたのが、1月の初めなのでね、紅葉のシーズンはねバイクに乗ったことがありません。ですがね、ちょっと今から紅葉をね見に行きたいと思います。で、今から行くところが愛知県の豊田市になるのかな、あすけかな、高蘭系というところに行きたいと思います。結構県外からもね行かれる方が多いみたいで有名な場所ですね。で、高蘭系ね、このシーズンに行くとめちゃくちゃ混むんですよ。マジで1キロ1時間ぐらいかかるんじゃないかみたいな、そんぐらい混むんで、今回はですね、元ブロガーさんのですね、マグロユッケさんがご紹介されていた裏道というか空いてるルートをね、通っていきたいと思います。まああんまり細かいことはね言っちゃうとよろしくないんで、詳しく知りたい方はですね、ぜひマグロユッケさんの動画をご視聴されてください。意外と岡崎市内に元ブロガーさんがたくさんいてびっくりしてる件についてですね、嬉しいですねやっぱり。でも岡崎市の元ブロガーさんのまだコラボしたことがないのでですね、ちょっとコラボしたいなって思ってます。で、まあ、この道をねずっとまっすぐ行きます。まあツーリング楽しんでいきます。高蘭系ね初めて行くんですよね、紅葉のシーズン。どうだろう、紅葉を楽しむのって初めてですね。生まれてから初めてかもしれない。11月紅葉、まあね、車でたまにその紅葉のスポットを通るときにわー綺麗だなと思うぐらいで、わざわざそのねもみじを目的に行くっていうことは初めてですね。人生初紅葉を見に行く。まあ本当は土日とかに行ったらねバイク乗りたくさんいらっしゃるんでね、あの八重とかしたり、まあねバイク乗り同士の交流とかも楽しめるんですけど、ちょっとね一般的に言うその休みの日っていうのが僕は仕事が入っているので、まあ、一般的に言う平日に僕は休みを取るわけですね。はい、なんでまあなかなか交流は難しいもんですね。ということで、このままずっとまっすぐ行きます。で、曲がるタイミングになったらまた動画回します。それじゃあバイバイ。こんな感じのねワインディングロードも楽しめます。で、ここもねヘアピンカーブですね、ぐるーっと回ります。こういう道は楽しいですね。こういう道はですね、まあ、先頭になっちゃうと結構ね大変ですね。後ろからのプレッシャーがあるので、なるべくね安全運転で行ってもらうためにも車間距離は結構取ってます。譲るところがないんですよね。そう、細かいカーブの連続なんで結構ね先頭になると怖いですね、ここは。お、ちょっと赤くなってきましたね、紅葉かな、綺麗。来ましたね、ここを左に曲がります。このねアットマークっていう看板とこの看板がね目印ですね。わあ、後ろの車もこっち来ました。きっとマグロユッケさんの動画を見て、ね、今から紅葉を見に行くんだと思います。よし、曲がります。で、すぐ坂で、で、このままずっとまっすぐ行く。ここがもみじロードという道だっけ、まだか。おお、いいとこだ、もみじロードじゃんここ、すげえ。赤くなってますね、めちゃ綺麗なもみじロードじゃん。これもみじロードだろさすがに。あ、写真撮ってる人いる。ちょっと危ないような気もするけど、まあいいでしょう。あー怖い、カーブ。あー、めっちゃいいとこじゃん、やば、すげえ。おー、めちゃ赤い、めちゃ綺麗じゃん、最高じゃねえか。さっきレクサスが止まってたあたりが一番綺麗だったのかな。おお綺麗。
あまりにも綺麗な道だったので、翌日も走りに行きました。紅葉とバイクって映えますね。良い感じの撮影スポットを探すために、この道を何度も往復しました。対向車とは顔馴染みになりました。あれあのバイクさっきも走ってなかったか的な顔で見られます。まあ、こんな感じの絶景ロードが続いて、突き当たりを左に曲がると、国道420号線に入ります。加茂広域農道ほど、もみじはありませんが、ところどころに植えられており、飽きない道です。飽きだけにうるせえわ。おお、あ、ここら辺そうだ、臨時駐車場が設けられてるから、人が歩いてますね。バイクは、普通に近くの駐車場まで行っちゃってもね、大丈夫みたいですけど。後ろバイク乗りがいますね。譲るほどでもないからまあいいけど。あー混んできた。あ混むんだ。でもあ混むんだ。平日でも混むんだ。全然知らんかった。 NSX さんじゃ。あっち行ってよかったっぽいな。あれちょっと待って、絶対 あっちかな。さっきのとこでよかったんかな。んー、どこまで行けばいいんだろう。まあ、とりあえずバイクについていけばいいか。あ、NSR あるじゃん。ちっちゃ NSR ある。かわいい。NSR ちゃんめっちゃ可愛い。ここ曲がった先の駐車場が正解でした。間違えて通り過ぎてしまいました。やばいぞ、どうするアクアさん。ちょっと待って、全然わかんねえ。どこ止まれば。めちゃ混んでる。やばっ、やったなこれ。対向車線か、あの有名な港南系渋滞です。やったなこれ。あ、これやったわ。めちゃ混んでる。待って、これやった、絶対やった。これめちゃ渋滞しとる。ちょっと今日港南系諦めましょうか。いや、やったわこれ。あ、どうもすいません。かわいい GGR だ。ちょっとじゃあ U ターンしますか。素直に渋滞にはまるしかないのか。嘘だろ、そんなことないだろ。あ、ここのコンビニ知ってるぞ。そこに出るんだ。それは初耳学だ。あ、ここに出るんだ。へえ。あ、めっちゃ渋滞してる。やば、そういうことか。こっちめっちゃ渋滞するんだ。やったわこれ。うん、完全にやらかしましたね。はまりました。まあ、バイクで行くのはここまでにして、一回あの元ブログ、あのもう多分充電切れちゃうんで、とりあえずコンビニで休憩しよう。うん、諦めよう。うわー、ガチか。こんな混んでんだ。平日だよ今日。やば、こんな混むの。マジか、やったわ。うわー、ということで一旦ここまでで、あの電池変えるか動画止めようと思います。ここでなんとアメリカに住んでる友達から電話がかかってきました。ナイスタイミング。そして渋滞回避ルートを通ってきたけど、駐車場を通り過ぎてしまい泣いている現状をお伝えしたところ、なんとアメリカから位置情報を確認してもらい、衛星写真を見ながら道案内してもらえることになりました。ということで、多分世界初、アメリカからリアル音声で道案内してもらいますと思ったんですが、撮影できておらず、駐車場に着いたところから再開します。ごめんなさい。前だったから。あざーす。あー、よかった。めちゃいい。やったー。ラッキー。センキュー。あ、奥。あれ、あそこ、こっち止めれないの？バイクめっちゃいるし。
あ、もう今駐車場入ったんだけど、あっち止めちゃいかんすか、あっち止めちゃいかんですか、はい、いや、なんかこっち案内されたんですけど、あ、そうですか、じゃあちょっと U ターン越え、あ、ありがとうございます、残念、マジか、あ、ありがとうございます、そんなこんなで渋滞に1時間ハマっておりましたが、なんとか高欄系に到着です。初めての高欄系、めちゃ綺麗、やばいでしょって話だよね。定番の五平餅を食べましたってところで、今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。